ったその日本画っていうのはじゃあ何だっていう、もう一回そこに原点に戻るわけですね。でこの日本画とは何かっていうのはもう30年来言われてたことなんだけども、でそのそれは作家各自がやっぱり考えることだと思うんですよ。で、まあ、僕がその考えるのはやっぱり日本画独自のもの、日本画でなければできないもの、そういったものをこうやっていかないと日本画としての価値っていうかな、そういうものがないと思いまして、で一番その日本画で活かせるもの、それはやっぱりその材料の岩絵のとかその美しさとか、それを最大限に活かすことがまず先決だと考えたわけですね。うちの父が絵描きだったもんですから、まあ、当然というかな、絵を描くもんだと思ってましたんで、で日本画って意識したのはそうですね、大学入ってからですか、自分で描こうと思ったのはね、やはりその誠実にそのものに向かうっていうかな、写生なんかもすごく丁寧で、もう一日でもこうじっと座って描いてるような、そういうところはよく見ましたけども、姿勢ですかね、その絵に対するその仕事っていうかな、そういうものに非常に尊敬はしてましたね。長年出してきたんですけども、やっぱり自分のやってる仕事とそれから周りのその仕事っていうかな、その方向性がなんかこうしっくりいかなくて、これでいいのかっていうことを考え始めて、で、まあ、自分は風景描いてたんですけども、まあ、風景をただ漠然と描いてそれでいいのかどうかとか、いろんなことを考えるようになりまして、でその一点のこう何て言うんですかね、その、方向っていうんですか、それがどんどん変わってくるっていうか、今の時代ですから、こう違う方向へ行ってるような気がしたんですね。それで自分自身もその中でちょっとやっていかなくなって、で何とかしなければいけないと思って、それで、まあ、どうしてもその団体に言うとそういう、流れっていうかな、そういう方向の中でしかやっぱりやっていけないと思いましたので、それで思い切ってその辞めて、なんか自分自身できることもう一回考えようと、それで始めたわけなんです。
やっぱり日本画っていうとまずその、線、線と色彩、これでもってその全てのものを表していくというその基本的なところ、それに今はその、西洋画の影響ですね。で、光と影とかみんなこう取り入れるようになりましたけども、まあ、取り入れるのはいいと思うんですけども、やはりその、どんどんこの洋画風になってこう区別がつかないような絵が多いと思うんですよ。で、そうではなくて日本人のその美的こう感覚とかそういったものを表す、まずそこにそれは何かっていろいろ、まあ昔の絵とかいろいろ見るとやっぱりこのリーパー、これはリーパー今出てきたわけじゃなくて大学時代もそういったところに非常に興味を持ってたんですけども、その周りのその流れっていうかね、そういう装飾的なものは当時はあまりなかったわけです。どっちかというとその具象でもこう情緒的な面でその作っていくという方向でしたんで、でまあしばらくそういうところから遠ざかったんですけども、でこの院展やめてそのリンパ風なそのものが一番その日本の日本画というにふさわしいもんじゃないかと、そういうふうに考えて、でそれにはやっぱりその色彩豊富な絵をまず描こうと言って、色彩もただ重ねるんじゃなくてその色彩を並べてその色彩絵の具自体の美しさ、これを表現できないか、それにはやっぱり今の仕事っていうかその花とかそれを描くのが一番その色を豊富に使えるし、一番合ってるんではないかと、そう考えたんです。オリンパでやっぱり金とかね使ってるのを見てその使い始めたんですけども、やっぱり金とか銀とかのこう色ですね、それもその色彩のうちに、使おうということ、それと同時にその単なる背景じゃなくてその無機的な金、それがそのどうしたら主張できるかという、芸術というのは人がやらないことをなんとか自分がやってみる、これが一つのその芸術家の仕事だと思うんですよ。